ちの部屋を見てみましょうかね。電気がまだつかないですよ、これ。あ、つきました。わ、すごい。これ見てください、ちょっと。この斬新なデザイン。ただ全部がボードなので、全く通常私の家にあったら、なんでこんな派手なの選んだのって言われそうなぐらいな。ただもうしっくりきちゃいますよ、これ。しかも、エアコンも、中に入ってほしい。すごいな、これ。ちょっとクローゼットもあるのかな。おお、このクローゼットもいいですね。まあ、ここベッドでこう、これもあれですね、ヘッドボードいらないですよ、これ。かっこよすぎる。まあ、こっちも素敵。浅いまま見えそうで、どうでしょうかね。ちょっと今日曇りなので、見えないかもしれないですね。いやー、素晴らしい。じゃあ、ちょっと別の部屋に。これ一面、じゃあもうこれ、もう、いやもうぴったり、色がぴったりすぎてびっくり。これ、さらにここにシャンデリアがつけられるなんて、これ。ダウンライトプラスシャンデリア。こう、もう、すごいな、朝の山見えますね、ここね。すごいな。これすごい、これちょっと次こっちの部屋行っちゃおうかな。もうすごいですよね。あ、こんにちは。これ出れちゃう。あ、これ色も微妙に違うんだ。グレーかな、薄いグレー。これ多分このデザインに合わせてる色。外からベランダに窓越しに出れる。今日の自分とファッションちょっと色がそっくりで、ちょっと同化しちゃいますね。どうですか？同化。かわいいっていうか、おしゃれ。もうすごい白。もうこれはもう白と白、グレーのデザイン、まあ、素敵。しかもアクセントじゃなくても全面全面おしゃれ。しかもボードが貼ってあって、いや、こんな贅沢な、いや見たことないですね。いや、自分住みたくなっちゃいました。隣にもすごい建物が。これはまさしく白鳥のような建物、白で。白のログハウスですね。こちらもでかいですね、1階部分は。多分1階だけで5、60坪ありますね。平屋ですかね、こちら。いやー、ここはなんだろう。すごい。じゃあちょっと最後にもっとすごいところ、こちらがシャワールームですね。いや、おしゃれなシャワールームですね。これシャワールームとシャワーと洗面なのに、ちょっとこちらに来てください。トイレ、
すごいトイレ。これがトイレで、こんなトイレにこんな贅沢なボード貼ったっていいんですかね。え、これちょっとやばくないですか。トイレちょっとお金かけすぎじゃないこれ。トイレこんなに贅沢にしちゃって、もうトイレだけで、ちょっと待って、もうこれちょっと寝、また寝ちゃいますよこれ。僕もあのシャワーとはこれもう手を伸ばして余裕で広いここだけで寝れちゃういいですね床綺麗広いのこの広さ、そして玄関からはいきなり飛んでる、飛んでるですよ、飛んでるの中にランドリー、しかもトンネルを抜けると自分の部屋、トンネル抜けると自分の部屋っていう。すごいな、これ。いやー。もはや電気がつくかもわかんないぐらい。おしゃれな電気。これやばい、やばいね、これ。これも台所キッチン待ってこれキッチンちょっと待ってこれもうここで ぴったりなんだこれ大体ぴったりぴったりぴったり寝れる感じすごい何でもうこれこれも全然余っちゃってるもう余っちゃってる。ここなんだろうな冷蔵庫かな。冷蔵庫かなこれ。私が一番感動したのはもちろんこれもすごいんですけども。やはり一周回ってきてお風呂がすごい。ちょっと今清掃します。どうでしょうか。皆様ぜひボーダーリゾート軽井沢サンジェルマン一度泊まってください。よろしくお願いします。いやーこれちょっともう帰ろうと思ったんだけどとっても可愛いとっても可愛いもう至る所にこう魅力あふれる見たことないようなものがいっぱいありますね。ちょっと外にちょっと裸足だったのでちょっと冷たいです足が。じゃあまた。いやーすごい建物だったんでもう興奮が冷めやらないです。でさっき2階から見た建物はあちらなのでちょっと行ってみましょう。ちょっとねここには7棟が建つ予定なので、まあ、外構工事がね最後になってしまうんですね。なのでちょっと今はね、道が悪いというかですね。こちらにもですね、実際こちらにも、
5月ぐらいからですね、こう建築が始まりますね。ちょっと 見てください、あっち。クイーンとサンジェルマンですね。ここも豪華な建物。で、ここにも、まあ、さらに、キングとも言えるべき建物が建つ予定です。そしてこちらは、ログハウス。しかも真っ白。うちのイメージカラー白なので、白ですね。ね、まるでこの白鳥が翼を広げたような形。名前は、やはり白鳥なので、スワンっていう名前がいいんじゃないですかね、これ。いやー、すごいですね。この、木目を生かしたこの塗装も素晴らしいです。そうですね、ちょっとライトアップされます。はい、じゃあ。